明けましておめでとうございます。今年もどうぞ実況パワフルゲームチャンネルをよろしくお願いいたします。ということで、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はお正月スペシャルガチャ、こちらの方を引いていきたいと思います。ちょっとサクスペがね、3連続ガチャ動画となってしまって申し訳ないんですけれども、まあ、これでね、手に入れたキャラクターを使って次回以降は、サクセスの方をやっていきたいと思いますので、ちょっと今回もガチャ動画の方をお付き合いください。で、お正月スペシャルガチャで、オクタビアがね、登場となっております。で、オクタビア、まあ、ちょろっと見ていきますと、スタミナ上限アップを、持っているキャラクターになります。まあ、当初はね、今までコントロール上限アップしかなかったんですけれども、オクタビアを入れることによってスタミナ上限アップも、まあ、狙えるというところと、で、金徳に関しては、まあ、完全制圧か、または折り辺のオクトスモークになってまして、これは両方とも不確定なので、まあ、ちょっとそこがね、なかなか難しいところかなとは思うんですけれども、てかオクトスモークってなんか効果、黒いインクを放出しながら相手打者を撹乱する魔球って、なんか黒いインクっていうのがちょっとかっこ悪い気がするけど、まあ、あのガチャの方を見ていきましょう。で、一応ね、選択権の方をちょろちょろくれるんですけれども、まあ、この選択権に関しては別にバナーキャラを選べるわけではないので、まあ、本当におまけですね。一応10連目のところだと PR の選択権、50連目のところだと SR 選択権で、70連目だと PSR 選択権になってて、一応100キャラから選べますっていう感じになってるんで、まあ、本当におまけでいいと思います。で、100キャラの内容ここに書いてないし、まあ、出現割合のところ見れば書いてあるのかな。なんで、まあ、選択権に関してはね、持ってないキャラとか、まあ、欲しいキャラとかを、まあ、純粋に選んでいけばいいと思います。で、バナーキャラに関しましては、無敗の方のナルミと、モネちゃんとオクタビアの3キャラになってまして、で、今回 PSR1 枚確定が80連目にあるんですけれど、これ別にバナーキャラからの PSR 確定ではないので、まあ、ここでね、いいのが引けるかどうかというところですね。一応バナーのチャンスとしては30連目と40連目、あと60連目にありますという形になってて、で、まあ、お正月はね、大体この大っていうのと、もう一つ小っていうのが来るので、まあ、まずはね、このお正月スペシャルガチャ小の方から引いていきたいと思います。単ガチャですね。で、単ガチャは1回目から3回目がバナー PR 以上確定なので、この1回目から3回目のバナー確定のところで SR 枠 PSR 枠を引けるとかなり神で、4回目から9回目が PR 以上のイベキャラ1枚確定ということなので、単ガチャはちょっととりあえず今回は3回まで引いていきたいと思います。バナーの確定のところだけ引いていきます。じゃあ単ガチャ3回ですね、いきましょう。あ、石ね。まあ、お正月用のあれはもう全部買いましたけれども、もうめっちゃ消耗してるよね。もうこれは次バレンタインくらいまでは本当になかなかガチャが手が出せないっていう感じにはなりますけど、レアオクタビア、あ、 PR の子だった、よかったよかった。あ、そうかそうか、 PR 以上だもんね、そりゃそうだよ。で、20連目じゃない、なんかつい癖で10連20連って言っちゃうけど、2回目。なるみもね、全然揃ってないんだよね。で、なるみはさすがにね、通常の PSR プラゴのなるみをぶっ込む気にはなれないんで、ちょっとここでなるみも確保しておきたいというのはあります。ここは普通かな、普通ですね。なるみ、よし。じゃあそんなわけで、ショーはこれで終わりにして台の方に行きたいと思います。10連目、ここは、SR は確定してないんですけれども、出現率が2倍で PR の選択権のおまけ付きということになってます。今回安く引けるのは少ないよね。まあ、選択権のおまけとかがついてる関係上なのかもしれないけど、安石で引けるのは10連目のみになりますので、20連目以降は、まあ、通常の250個必要になるところが、
またなかなか厳しいところではあります。これはなしだな。あ、1枚入ってた。よくわからん、なんだっけ、全然使ってないからわからない、あのマントルの彼女キャラ、青葉か。でこれはレアだね、レアっていうか R だね、確実に。まあこんなところですと。で PR の選択権がおまけ。じゃあ20連目、ここからずっと SR 以上は1枚確定してるのかな。こういう枠のところでね、オクタビアは欲しいよね、やっぱり。あ、2枚入ってる。お、ナルミ。あ、来た来た来た。よしよし、オクタビア。とりあえず、SR だけでもゲットできれば、かなり嬉しいですね。ちょっとオクタビアの、まあ、SR だけどテーブルを確認してみますか。ちょっと俺全然オクタビアわかんないんで。あ、そう。で、まずは、投手ですね、投手。で、得意練習はスタミナと変化球。で、第一得意練習がスタミナなので、マントルで宝石が狙えるというところが、かなりの強みだと思います。で、スタミナって結局、スタミナ練習したときに、スタミナの値が直上げされるんで、で、最後の100から101にするときは、さすがに直上げができないはずなんで、まあ、そこねちょろっと上げればいいということになるので、まあ、オクタビアとアーサーを入れれば、まあ、宝石はかなり確保できるのと、まあ、両方ともね変化球練習も持ってるしスタミナ直上げされるしということで、まあ、かなり、アーサーとの相性もいいと思います。でちょっと見てみましょう。得意練習率がついてますね。いいですね。2種類で得意練習率アップついてるのはかなりいい。でタックも60でスタミナはもちろん3あって、でスタミナ上限アップ初期評価70でタッグ60にタッグボーナスがついてるんでタッグは80で試合経験点ボーナスがついてやる気効果がついてますと。で解放すると37、40で筋力ボーナス8、45で技術ボーナス8ってこれ相当強いね。解放すればするほどこうなんていうのボーナスがついていくのはかなりいいよね。ってことはオクタビアもあれだね、これ解放かなり重要だね。最低でも45で使いたいな。45で技術ボーナス8がつくのはだってかなりでかい。もともと35だと技術ボーナスつかないでしょ。どこにもついてないよね。そうか、オクタビアはちょっと解放前提ですね。45、うん、やっぱ筋力ボーナスと技術ボーナスがつく45で使いたい。あと50で何がつくかはちょっとわからないです。すいません、調べといて。いやでもオクタビア強いね、本当に強いね、これは。まあさすがにこれで金得確定だったら相当だよね。というところで、30連目、ここはバナーが確定してます。じゃあオクタビアちょっと解放用に欲しいよね。ちょっと45にしないとやっぱり使用してて火力不足感は出てきちゃう気がするんで。2枚、ナルミ、ナルミが出てくるな。よくシノノメくん、まあ、シノノメくんはジェントルの方に多分突っ込むかな。で、40連目。あ、2G ググポン、キラン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 。これからね、1個目で来てほしい。1個目。いやまあいいや、オクタビアだから。じゃあ後ろか。まあなんかろくな PSR じゃなさそうだな。ほらつくもくん、つくもくんってなんか高速レーザー確定になったんだっけ。俺ちょっと外野でさ高速レーザー持ちの選手作りたいんだよね。高速レーザーの金徳を持ってるキャラが結構珍しいんで、ちょっとつくもくんあのパワチャレ用に使っていこうかな。パワチャレの選手はなんていうの、その査定もまあそれなりに重視しますけど、やっぱり結構能力重視で作っていくんで、あの独身術はもう絶対必須。まあ今回のなんだっけ、あの新戦力を獲得せよも多分相当あのラインが上がると思うんで、そういう時にね独身術みんな持ってるとやっぱ結構楽なんだよね。まあそんなわけで一応つくもくんは
まあ裏方ではありますけれども、高速レーザー用でちょっと使っていきたいと思います。強化されたはずなんで、暁キャラって結構強化されたじゃないですか。まあそれで見ていくのもいいかもしれないですね。まあ一応 PSR が出ました。なんかSR 率自体は悪くないね今回。まああとは中身の問題もありますけど、じゃあ50連目、ここは通常の SR で選択権がついてきます。本当は投手もね、折り辺持ちで揃えたいんですけど、そこはまだ作れてないというところがあります。モネちゃん、50連目は別にあれだよね、バナー確定じゃないんで、まあ、その中でモネちゃんが出てきてくれたのはかなり。そしてオクタビアの PR もあります。で選択権がついてます。では60連目、ここはバナーですね。バナー SR、 サクッとサクッと1枚。なるみよく出てくるな。なるみまだ35とかだった気がする、普通に。で PR のなるみもあるんで、でもなるみはねほぼまあ、35でも完成されてるんで、 SR の場合は、まあ、45にするうまみはそこまで大きくないんですよね。で70連目、ここは PSR の選択権がついてきますと。前半勢いあったけど後半失速してるね。あ、虹谷くんはね、もうやっぱり常設が来てから相当期間来てるんで、もう PSR ブラゴになってます。まああと降臨虹谷用に一応取っておきますが、降臨虹谷は俺 SR 持ってないんで、まあ、もし来たら使うかって言われたら別問題ですけど、まあここはまたオクタビアの PR が入ってるんで、これはかなり収穫はありと。では80連目、ここは PSR1 枚確定ですね。バナーキャラの出現率33倍、 45% 超え。どういうこと、どういうこと、まあいいや、よくわかんないけど聞いとこう。でオクタビア PSR が仮に出たとして40だったらどうなのっていう。モネちゃん、まあ、一応バナーキャラですね。よかったよかった。なんかすげえここでまたなんかねつくもうみたいな感じになるとすげえショックで、3本松いるからね、矢部くんとかね、ちょっとそこで PSR が出るとかなり悲しくなるんで、とりあえずモネちゃん PSR ゲットしました。なるみがいっぱい出てんな。という形です。まあオクタビアね、多分 SR45 でもかなり強いと思いますので、ちょっと当面はオクタビアの45を目指して、作っていきたいと思います。もしかしたら状況によっては、大丈夫博士像もぶっ込むかもしれないです。PR とかね。じゃあちょっとチケットの選択権の方だけ見ていきますか。じゃあちょっとお正月の PSR 選択権だけちょっと引っ張り出してきたんで、こちらの中身を見ていきましょう。イベキャラボックスがいっぱいのためガチャを引くことができません。おいちょっと整理してきます。じゃあお正月 PSR 選択権ですね、100キャラいるみたいなんで見ていきたいと。まずはエプレミちゃんもいますね。サンタチがいて、あとはどういったキャラがいいかね。相良さんもいるんだ。補給上限アップ。他二刀流ルナちゃん、俺たまに使う。でなごみちゃん、なごみちゃんは強化円卓が来た時にめちゃ強い。他、まあ、常設ではあるけどアーサーとかね、闇野とかね。あとはまあ、先駆けくんはエビル高校でかなり使えるキャラクターです。まあ、覚醒が前提にはなりますけど、国寿くんも覚醒できるのと、あ、
デースちゃんがいる。これ別バージョン PSR だと 50% なんだよね。さすがにちょっとそれはな。それがデースちゃん3、あの SR の方で 30% にまたかける。ちょっと俺デースちゃん嫌われてるからな、まあ、前回の動画を見ていただければ解放あの SR4 枚失敗してるんで、ちょっともう怖い、ちょっともう怖いんで、あ、はるかちゃんの PSR 俺欲しいんだよな、独身術要因で。で、なんていうの、エビル高校のイベント経験点アップを使うとこれ相当経験点高くなるんで、俺的にちょっとはるかちゃんの PSR 欲しいです、俺の中で今んとこ。で、神楽坂くんは PSR プラゴンになったんで、まあ、神楽坂くんもね昔は相当強かったですけど、今ちょっとねやっぱり得意練習2種類持ちっていうのが主流になってきてるんで、まあ、少し昔ほどのあれは落ちてるのと、やっぱね金徳がね脅威の切れ味オンリーっていうところがちょっとね他のキャラと被っちゃうんで、そうするとちょっと神楽坂くん少し外れ気味かなって、外れっていうか当たりとか外れじゃなくて、どうしてもデッキからは外れちゃうかなっていう印象はあります。で、星空星光くんも覚醒できるので、まあ他のキャラが揃ってたりすると強いですね。あとはまあ、虹谷ね、まあ、常設キャラをここで取りに行くかっていうのはあります、まあ、レイリーね、俺レイリー独身術俺の中では超必須なんで、まあ、レイリーも欲しいといえば欲しい。あとこれは普通のナルミ、まあ今言ったキャラあたりが俺の中では なかなかのおすすめキャラになってます。まあ、ここはね、まあ、他に誰を持っているかというのと誰が欲しいかっていうので普通に選んでいけばいいと思いますんで、まあ、選ぶ価値のないキャラももちろんいますけれども、まあ、基本的には、まあ、そういった上限アップを持っているキャラとか、得意練習2種類持ってタックの性能が強いキャラとか、あと金徳の性能が強いキャラとかで選んでいけばいいと思います。と、あと今ですね、パワチャレの方新戦力を獲得せよということで、ジャスミンちーちゃんですねが報酬となっております。で、得意練習はね打撃の1種類だけなんですけれども、ジャスミンちーちゃんはテーブルが変わっておりまして、技術ボーナス8ついてタックは、60%37 で、でミート上限アップが40でつきまして、あ、ここでタック70になるんだね。で、45で練習効果アップ20がつきます。で、ちなみにですねレベル50だと練習効果アップ30がついて、でちーちゃんの強いところはやっぱ覚醒ができるというところですね。練習効果アップ30がついて、そこに練習効果アップ確か覚醒10までいけば20乗るはずなんで、練習効果アップ50というところで、タックは70で、ミート上限アップがついて、もう一つの PSR の覚醒が精神ボーナスなんで、まあ、あの打撃の、ね、単体性能だと相当強いキャラになると思います。で、ただボーダーが相当高くなると思われるんで、まあ、あのお正月時間が、ね、ある人は相当時間があるし、時間が取れない人って本当取れないと思うんですよね。ちょっと俺もあの仕事いつからやろうかなと思ってて、最初はもう1月2日から仕事しようかなと思ってるくらいだったんですけど、ちょっとジャスミンちーちゃん今のところ結構悩んでます。あのボーダーが超高くなりそうなんで、まあそういうところでね、ジャスミンちーちゃん、まあ今後期待のキャラですね。これでね一応固有ボーナスがついてるとなんか本当に強い、相当強いキャラだなっていう印象はありますけれども、そこまでの魔改造は、されてないですね。で、アンダ製造機とあとなんだっけ、もう一つなんか忘れちゃった、ちょっと見よう。でちーちゃんもやっぱりその覚醒前提だとは思いますので、ちょっと PSR 取れないと、まあ、なかなか厳しくなるかなという感じですね。挑発か、で挑発の方が多分、もともとアンダ製造機に加えてヒートアップが加わったと思うんですけど、多分それの代わりなのかな。挑発はアンダ製造機は確定にはなってないと思います。まあ、けれどもね、ミート上限アップとかもついて、ちーちゃん結構改造されて使いやすくはなってると思いますので、まあ、パワチャで走る方はぜひとも頑張っていただきたいと思います。というわけで、今年最初の動画、ご覧いただきどうもありがとうございます。今年も1年ですね、まあ、最初に言いましたけどどうぞよろしくお願いいたします。
というわけで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。